ここにぶら下がってるシャツ3枚、これはリサイクルショップで買ったものです。ちょっと寒くなってきたんで長袖とですね、秋物のこれセーターっていうんですかね、それを買いました。このセーターはですね500円で、この赤いチェックとブルーのストライプの入ったシャツが250円でした。合わせて3枚で1000円ですね。安い買い物だったんじゃないかと思いますけども、この犬の首輪なんですけども、子犬用なんで、のびちゃんとかしずかちゃんにも使えるかなと思って買いました。値段が54円です。本革で、なかなか作りもしっかりしてるんで、いいかなと思って買ってみましたけど、買ってきた首輪のびちゃんにしてみました。のびちゃん首太いんで、しずかちゃんのくれみたいですね、ちょうどよかったです。穴、一穴開けて、まあいい感じですね。ただまあこれ鈴がついてないんで、鈴を付け替えてやらないといけないですね。あとネームプレートとね、ちょっと見せてよく、こんな感じですね。のびちゃんごめんね、寝てるところ、眠い眠いだね。こういう感じです。なかなか似合ってるんじゃないかと思いますけど、ね、やっぱり安物の首輪じゃなくて本物の革製の首輪ですけど、これはいいですね。次はこの犬の貯金箱ですね。これ貯金箱なんですけど犬ですね。なかなかデザインがいいなと思って買いました。首輪してます。なんかドギバンクとか書いてあります、ね、バンク、銀行か、貯金箱のことを言ってる。犬よりもなんか豚みたく見えますけど、目がありますね。なんか可愛いなと思って、これ首が動くんですね、知りませんでした。まあ少しだけですけど動くのは、角度的には30度分ぐらいかな、でもちゃんと動きますね。値段は540円でした。次はこれ、猫ちゃんが赤い椅子に座っている置物ですね。これ材質は木ですね。木で削ってあるものですね。それに彩色してある形ですね。この顔見てください、この顔、これがなんか癒されるなと思って、いいなと思って買いました。これ値段540円でした。さっきのワンちゃんと同じ値段です、ね、もう一個本当はその前に行った時にですね、船に乗って2匹の猫が釣りをしているという、やっぱり昨日このシリーズじゃないかと思うんですけど、置物あったんですけども、前回買おうかなと思って、まあ次回にしようと思っていたんですけども、今日行ったらもう売れちゃってました。残念ですね。その代わりまあこれを買ったと。これはこれでいいですね、癒されますね。もう一つシマウマの置物ですね。これ木でできてます。 木とですね、糸で本体とつながってて、まあ、こういうところにこうごめんねシマウマちゃん、座ることができますね。これ今ここのところはですね90度のコーナーになってないんで、そのまま滑り落ちちゃいますけども、普通の角だったらぴったり座りますね。なかなかこれもいいかなと思って買いましたけど、どうでしょうかね。これ値段はですね300円でした。これでは今日買ったものをこう並べてみると、こんな感じですね。犬と猫とシマウマ、こんな感じです。それとこのシャツと
全部合わせて2500円でした。こう私のパソコンデスクの前のフィギュア用の飾り棚、まあ、元は本箱なんですけど、買ったやつをですね入れました。これですね、このワンちゃん、それから猫ちゃん、それからこっちにシマウマ、この猫見てない、これ見えるかな、これはその3週間ぐらい前にですね買ったやつです。200円しましたね。これでも可愛いなと思って、のびちゃんに似てるなと思って買いましたけど、このミルキーのペコちゃんかな、これも買いましたね。その時こうして私のフィギュアの棚もだんだん充実してきつつあります。こうやってパソコンでですね動画の編集をしてて、こう疲れた時にちょっとこう上を見ると、そうするとこういうふうに並んでるとですね、何かこう癒される感じがしていいですね。